ヨキです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ファンシートロールということで、思いつきのトロールコースということでしょうか。これね、YouTube のコメントで、ぜひやってくださいっていただいたものなんですよ。コース提供してくれた方、どうもありがとうございます。それじゃあ、早速やっていきますか。クリア率は 1.34%。でね、今日の僕、疲れてるね。いや、昨日イルカと泳いでてさ、軽く熱中症みたいになってるんだよね。すいませんね、いつもみたいに元気がなかったら。じゃあここは一旦ハテナを叩いてみる。そしたらもう先に進めないじゃないかな、放題開幕無機物。なるほどね、上のハテナは叩くなと。じゃあここは右に進んでいいのかな。そしてこの先に進めみたいな。いや全然いいよ、このボム兵が爆発して先に進めるっていう感じでしょ。そしてえ、なんで今テレさんの大群が出てきたんだろうね。このボム兵を出しちゃいけなかったみたいな。いや絶対違うよね。いや、なるほどね、分かった分かった。あの青メカクッパを踏んじゃいけないんだ。なんでボム兵が爆発した瞬間すぐ上に行く。それで合ってると思うんですよ。さあここは右か上かどっちだ。強制天国。そんで僕ね、コメントで指摘があったんだけど、ボム兵が爆発するときエクスプローションって言ってたじゃん。本来の名前はエクスプローションみたいだね。いや恥ずかしいね、エコーなんかかけてエクスプローションなんか言っちゃってさ。引っ込んでろ鉄くずげ。そんで僕思ったんだけど、このコース画面の情報量めっちゃ多くない。もう何が何だか分かんないんだけど、とりあえずこっから上に行ってこのドアに入れっていう感じでしょ。さあ進んでいきますか。今の花ちゃんを踏んで上に行かなくちゃいけないみたいな、そんな感じ。絶対学習ばっかある。やっぱりそうだと思いました。お前はもう出なくていいんだって。それじゃあここの扉入ったらすぐ花ちゃん踏んで上に行けっていう感じだね。このハテナは叩いていいのか。でもアイテムがないと先に進めないよね。なんでこれアイテムの予感がする。今リンク出たよね。なるほど、このリンクを取って先に進めると。で、下のハテナ叩いていいのかな。このコースだ、ハテナ叩いたら罠に引っかかる傾向が強いよね。どうだ、頼むって。もうちょっと右行ってくんないかな。このまま上に石親父。なるほどね、ここは何もしない方がいいと。僕の口と一緒だね、喋らない方がいいみたいな。じゃあここは下に降りた瞬間すぐハテナを叩いてドアに入る。よし、絶対あのクリボー襲ってきてたよ。あ、うわ絶対あのキノコいるよね。いやでもまだワンチャンあるよ、ほらなんかうろうろしてるもん。実は取れるみたいな。あのね、イルカと泳いだ時のお話を待ってますみたいな、そういうコメントをねちょいちょいいただいてたんだけど、もうそのことを話し出すとめっちゃ長くなりそうだから、簡潔でいいから、すごく簡潔に話していくね。感動したね。いやごめん冗談。あのね、イルカがさひっくり返ってそれに抱きついてイルカが泳いでくれるんだよね。まあツイッターに写真は上げてるからさ、まあ雰囲気はねツイッターで見てくれると嬉しいかなって思います。ここは何もしない、それが正解。いや絶対あのキノコ取れるよ。いや待ってて、絶対取れるからあのキノコ。やっほ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 っ。え、マジかよ、あの時当たるんだね。それじゃあここは四角よりちょっと右の場所で待っておこうか。そしたら先に進めるっていう感じだね。右のブロック怪しいな。一旦これ壊してすぐ右に逃げる。いやあのキノコは取れないよね。それじゃあ先に進んでいきましょう。この四角はこのまま上。いや絶対合ってたんじゃない。でこのまんまよし、引用したいと思います。あっ、もうこの方の考えてることは全て分かった。何も信用しない方がいい。コインも何もアイテムも何も信用しない方がいい。そしたら先に進めるっていう感じだと思うんですよ。このキノコも信用しない方がいい。そしてこのハテナは信用していい。そんでこのままパーッてつくみイルカ島っていうところに行ってたんだけど、最後イルカにねバイバイってするじゃん。その時にねイルカが両手を左右に動かしてバイバイってしてくれるんだよね。でもそれがさ水面ギリギリでめっちゃ早くしてくれるから、海水が僕の顔にびしゃびしゃかかってたね。でもそういうところも愛おしく感じました。そうでしょパン様。そして僕はこのままは左に行きたいと思います。さあ、あの火の玉絶対落ちてくるんじゃないのか。いやそんくらいぐらい分かってるよ。それじゃあ進んでいきますか。次は何が来る。このデカキノコを取れと。いやこれ取れないよね。え、左は、え、あのデカキノコ取れんの。これ絶対無理だよね。
け振らせてくんないのよしかもやられないしさ。いやでもこれワンチャンやり直し聞くんじゃないのかな。いや絶対聞くよこれ。いやほらほらほら優しいですね制作者さん。次はどこからこの辺か。いや本当に合ってたんすな。このまま進んでいきましょう。でここで一旦チリになって、いやこのままズルーはせん方がいいで、ズルーしたらさまた頑張りそうなんで。それじゃあここは大押してこのまま左にダッシュ。いやめっちゃ調子よくないここ。なんか怖いんだけど。何もしない、一旦何もしないでおこうか。最後にキノコはい、それじゃあここは降りた瞬間すぐ左に行けっていう感じだね。そして敵を避けると思いきやここで何が出る見た、これがトロールキングの実力ですよ。そしてこのまんま当たって上に行っていいっていう感じでしょ。マジで抑えてる制作者が。はい、それじゃあここはリンクを取ってからどうするかなんだけど、このツタを左側で登っていくみたいな。いや絶対当たるよね。あ、わかったよ。多分これさ立てて向こうにずらせばいいんじゃないの。そしたら先に進めるみたいな。賢し、今日は賢いよ。昨日イルガと一緒に遊んだからかな。こっから右、はっ海の生物まで味方につけたこのシーキング。怖いものなんてもう何もありません。こんなトロールコースちゃちゃっとクリアして俺は海賊王になってやる。行くぞ、サンジ、ゾロ、お前がバラバラの身を食ったバギーかはい、それじゃあここはオールをした瞬間すぐ散歩から逃げろっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。結構ギリギリ設計だね。そして次はキノコを取れって書いてるんだけど、右上にキノコあるね。なんでオールをした瞬間すぐ右いやまだ成敗されてないでござるよ。でこのまんま右、それじゃあここはオンオフを何もしないで土管の方に入ると、そういうことだね。さあここは2分の1っぽいな。いった右行ってみようか。こっちが正解、頼む、合ってて、いなくなってパックやったそしてここでボブヘイで壁を壊して多分ゴールがあると思うよ。どう、うわまた2分の1、え、青いオンオフをしてこいってことということは、オンをした瞬間さ、あの土管に入ってこいっていうことなんかな。いや今オンオフ変わったよね。多分これで先に進めるようになってるみたいな。やっほーさあ来ました、これでゴールが待ってるんじゃないんでしょうか。頼むエクスプローちゃん、どうだゴールなのか。頼むゴールよ。うわまだかじらすな。多分ここでゴールだと信じましょう。いや絶対ゴールだと思います僕。え、なにこれまあでもさ、これでやられるって思うでしょ。多分ね、結局はここに戻してきてくれるっていうパターンだよ。ほらチェックポイント1って書いてるでしょ。チェックポイント1の下に青い土管があったんですよ。ほら見える、今ね下にマリオが行ってるんだけど、青い土管の方に入ってゴールに続くみたいな、絶対そうだと思います。さあやっほー今日は意外とよく見てたでしょ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオチャレンジシャープ68ということで、このコースサムネを見る限りメットの被り物が1つ、そしてパックンが2体いるだけなんですよね。でおそらくさ、パックンの裏にゴールが隠されてるとは思うんだけど、ゴール条件があるんですよこのコース。そのゴール条件考えてみたんだけど全然予想がつかないね。でせっかくだからさ、ゴール条件当てゲームしない？それで僕が負けたら何でもしてあげる。それじゃあ僕予想していい？このコースのゴール条件はメットマリオのままゴールだね。ちょっと今のトークうざかったからさ、このコース全部カットしていいですかまあ冗談はこの辺にしといて、このメットマリオをかぶってゴールということなんですけど、これこのままさ先に、うわやっぱいけないよね。ということはパックンを倒す必要があるのか。でもさ、メットマリオのままゴールだったら簡単にクリアできない？このメットを置いてパックンを倒せばいいだけでしょカポーンじゃねえんだよ被るの忘れてた完全に。それじゃあもう分かりました、このメットは端っこから投げるじゃん。で投げた瞬間追いかけてこのメットを回収する。
なるほどね、そうはさせてくれないと。ということはジャンプして置いてみる。あ、ジャンプして置いたらさ、空中でメットをかぶることがないんだね。ということはトランプジャンプでパックンの近くまで行ってギリギリで置く、そういうことなんじゃないか。いや、これはむずけーって。何かを持った状態で連続でトランプジャンプをするのって本当に難しいんだよね。そんでごめんね、トランプジャンプ知ってる方いると思うんだけど、わからない方のために簡単に説明だけさせてもらっていいかな。トランプジャンプっていうのは2マス以内に収めるジャンプのことで、通常の最小ジャンプは2マス以内に収まらないんだよね。でも着地した瞬間ジャンプすることによって2マス以内に収めるジャンプができるんだよね。これを連続してメットを持ったままパックに近づけっていうコースだと思います。で、これさっきも言ったけど、メットを持ったままやるっていうのが本当にやりにくいんだよね。なんでだろうね。ただメットを持ってるだけなのに。でもこの調子だったらいけそうじゃない？頼む、こっから落とす。自分が地獄へ落ちちゃった。みんなこれリズムよくやってた方がいいね。見てて、絶対そうだよ。なんせなんせなんせ、こっから。ヨギング選手、構えました。ここで第1球ストライク。メットマリオのマーマーゴーフー、なぜこんなにむずい、へったくそだから。はっ、これは来たんじゃない。頼む、やった。いや、これさ、クリアテイクだけ見たらめちゃくちゃ簡単そうに見えるでしょ。もうその見た目のまんま、僕にとってはそんなに難しくなかったから。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。